やばいやばいやつばっかくさあ、始まりました。月曜金曜19時、勝野の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースを、ここら調査員が紹介して、少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回の、ニュースはね、あ、これも大ちゃんですね。全景ハンターと言いますから、また紹介してもらいましょう。お願いします。やってまいりましたー。はーい。ありがとうございます。私は、ただの絶景ハンターじゃございません。あ、ただじゃない。はい。そうなんです。はい、禁止の絶景ハンターでございます。禁止。鶏、はい、いや、鳥。違います。金眼です。あは。ドキンガンの絶景ハンターでございます。しょうもない。違うんですよ。廊下でしょ、ただのそれ。もう周り見えへん。そんな私がですね、今日ちょっと皆さんにご紹介したいのはね、うん、僕らシクロやってるじゃないですか。はいはい。この春、一番シクロで案内したい絶景を、うん、今日は、ゲットしてきたんです。シクロで行ける範囲ね、ってことは。そうなんです、うん。今日は早速そちらを見ていただきたい、春といえばのものでございます、ということで。なるほど。では、見ていきましょう。はい。こちらでございます。ほら。佐保川って書いております。ああ、もうそういうことですよね。そうなんです。こちらは、奈良市法蓮町にございます。はいはい、近鉄奈良行ったらですね、まあ、徒歩10分ぐらいかな。実は、ここのね、川の両側、そこに桜並木があるわけでございますよ。そうですね。桜を紹介して、これ僕行ったんがね、3月の中ぐらいでございます。何にもなってないですよ。まあ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 、これはまだ。まあまあ、ね、今のうちから覚えておいていただきたいと。はい、ね、まあ、今は漫画じゃないけど。違うんだよ。そうやったら絶景じゃないじゃないですか。いや、デッキありますか？ちょびっとはなんか咲いてるけどさ。見てください。ちょびっとじゃないんです。うん、なんとですね、うん、桜っていうのは、ほら、見てくださいよ。はいはいはい、咲いてますね。日本に大体100種類ぐらい桜ってありまして。おー、そうなんや。ね。それはもう言ったら、色が薄いのもあれば、うん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 、濃いのもありますと。遅咲きもあれば、はいはい、早咲きもありますね。そう、3月中ぐらいで、うんうんうん、配信してるのはね、ちょうど多分いいぐらいの時期だとは思うんですが、はいはいはい、これ3月中ぐらいでこの感じですよ。あ、この木だけ特殊、特殊というか、まあ早咲きだから。そうなんです。これだけ花咲いてる。これね、うん、実は静岡県が原産の河津桜っていうね、うん、はい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 、ね、これがなんと奈良の市内、うん、このしかも佐保川沿いにこんだけ綺麗に咲いてくれてるのよ。うん、そうですね、確かに。これ多分ね、うん、もう奈良にお住まいの方も、うん、ここって川津じゃなくて川地桜っていうね。うん、そうね。そっちの方で多分有名やと思うんですけど、お祭りもあります。うんうんうん、ありますよ。ね。それがまあ3月の末ぐらいからなんですが、うんうんうん、それ以前にですもんね、ここは楽しめるという。なるほどね。ところなんでございます。もう確かに。ちなみにこの、なんていうの、桜並木、うん、全長5キロもありますから。はいはい、長いよね。これずーっと続いてるもんね。ずーっと続いてるんです。うん、確かに。もう旬の時には、うん、ぜひ、ここを来ていただくとね、うん、いいんじゃないかなと。そやな。そう。ちょっとこのね、うん、まだ、咲いてないなっていうような時期でも、こう来たら楽しめるよっていうことで。まあそうですけど、まあ、はい、最大の見どころでも、ずらーっと全部咲いてる時ちゃいます？あ、その時もぜひね、来ていただきたい。でもね、そうなると、今多分コロナ禍なんで、まあそんなスター多くないかもしれないですけど、はいはい、全くここはその時期は人いてないですから。ああ、まあ今の時期、はい、この3月の中旬とかってこと？差し込んでくれたらよかったね、それ、その、ピークの時はこんなになりますよ、言って。あ、これはね、ごめんなさい、もうこれ、種明かしになってしまうんですけど、はい、そのピークの時も、ちょっと取りに行こうと思ってます。あ、そうですか。はい。じゃあ、また次回のお楽しみですね。これはね、そうなんですよ。うん、これで、ね、一番僕見てほしいのが、ここにある、川地桜、うん。川津じゃなくてね。うん、川地桜っていうのが、樹齢170年のソメイヨシノがある。へぇ、これ何がすごいかって言ったら、ソメイヨシノの寿命って、だいたい50年とか、60年。うん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 、3倍ぐらい長生きしてんね。あ、すごいね。すごい木があるから。
でこれね、ほんまやったらいつもやったらライトアップされてるんですけど、はいはいはい、今年はちょっとね、あの、まあ、コロナ禍の影響もあって、うんうんうん、ライトアップはちょっとしてない、まあ、アンドンだけなんだそうですけど、人がやっぱ集まっちゃうから。そうなんですよ。でまたこれちょっといい時間帯に行ってですね、うん、ちょっと見ていただこうと思っておりますので。なるほどね。はい、っていうところなんですけども、うん、さあ、はいはい、お待ちかね。あ、やってきました。ここで、はい、サザヤン雑学でございます。あ、ありがとうございます。これだけを楽しみね。そうでしょ、僕はサザヤンのお話聞いてるんですけれども。そうなんですよ、常用性があるって言ってね、危険やっても言われておりますけど、はい、あー、ちょっと麻薬物質ですか出てますか、ね、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、今日はですね、うん、桜桜ってみんな言ってますけども、はいはい、桜の語源知ってますかって言った。あー、俺これちょっと知ってるかもわからんで。知ってる？なんかね、聞いた話ですよ。俺の記憶にあるやつなんですけど、蔵って神様が座る場所なんですよ。あ、蔵っていうのが？そう、はいはいはい、さの神様みたいなのがおって、そこがこの木に宿ってるから桜。誰がわかんねえ、そんな話。なんかそんなじゃなかった。そんなんもあるけど、難しすぎんねえ、そんな。あ、そうか。まあでも僕もそれ好きなんですけどね。言うたら、五穀豊穣の神様のことを、はいはい。さっていう。五穀豊穣の神様のことをささあ、それが、普段、山の上に住んでおんねん。はいはいはい、はい。な、で、その五穀豊穣の神様が、降りてきますと、うん。そろそろ田植え始めえよー。うん。みんなで食べ物作りよーって言って、うん、座る場所が、うん、あのお花や。ああ、桜の木に座るんや。そう。だから咲いたくらいに農作業を昔の人が始めていたっていう。それが桜っていう言葉の始まりと。これは知らなかったやろ。いや、これ知らなかったですね。そうなんですよ。もう僕何でも知ってるんですよ。だからそれこそ高見蔵みたいな感じ、その、天皇が座る蔵。あ、そういうことです。場所みたいな。そういうことです。意味なんや。そう、神様が座る場所。だから、すなわち座った時に花が開くよって言って。あ、そういう意味なんや。はい。あ、これは知らなかったですね。ね、もう何も知らんねんから。いやいやいや。バカみたいな顔してた。まあ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 、ね、それでいいでしょう。そういうことにしておきましょう。はい。これね、知っていただけたらよかったなと思って。はいはいはい。なるほど。奈良公園にお越しの際は、もちろん奈良公園も、ええ場所あるんですよ。でも、ちょっと離れた場所に、こんな素敵な場所がありますんで。うん、そうですね。まあまあ、もしよければ、また僕らも案内させていただきますんで。うん。ぜひですね。確かに。はい。お誘い合わせの上、はい。密にならないように、うん。行きたいなということで。はい。はい。ありがとうございます。楽しみな、春が楽しみですね。そうですね。間近ですから。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、佐保川の、河津桜ご紹介いたしました。よかったらまたぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。